りが入った、中に入った炎鵬、上手をがっちり取った栃ノ心、内掛け、サードス炎鵬釣り上げた、釣り出し栃ノ心の勝ち。この左を差して右前みつを取ってですね、はい、もっとこう低くね攻めたかったんでしょうけども、まあ、それを栃ノ心はさせなかったですよね。このうまく相手とこう胸を合わせたというか、ここでまあ左をねじ込んでですよね、初めはまあもろ差しになられてましたけども、はい、ここでまあ巻き替えて、あ、炎鵬が離してしまったんですね、右を抜きましたね、思わず頭もつける体勢にはなりませんでした。まあ、それだけこの栃ノ心の引きつけがね、強烈なんでしょうね。柴田山さんはこの一番どう見ましたか。やっぱりあの最初に予想した通りね、まわしを取ればね、こうやって力強いから、釣り上げてしまうんじゃないかって言いましたけどね、ものすごく高く釣り上げますね。栃ノ心が腰を下ろした、その貴景勝が下がります。白鵬、両武座礁および武将部列車降下式へのため本日より休場、したがって北斗富士の戦勝であります。北斗富士です。ここまで1横綱2大関を破っています。今日不戦勝でこれで横綱大関戦が終わって4戦4勝。先ほど遠藤朝乃山と敗れ